こんにちは。心理カウンセラーの高森です。パニック障害に伴う不安をアルコールで紛らしていますという相談ということがあります。このパニックに伴う不安というのは、これはもうなった人でないとわからないぐらいの強烈なものなんですね。それこそこう押し寄せてくるような感じで、全く逃げ場がないということで、もう暴れたくなるとか、そのぐらいになってしまうことも多いんですけれども、そういった時に何とか理性を保つということで、こうアルコールを飲むっていう選択をしてしまう方がいらっしゃるんですね。確かにアルコールを大量に飲めば気持ちがこうぼやけてきますので、それによって不安がこう紛れるんですよね。でご本人にとってもそれはどっかでいけないっていうには分かっていると思うんですけれど、アルコールを飲まないともう苦しくてしょうがないんで、やらざるを得ないっていうふうになっていることが多いですね。ただどうしてもこういった物質に耐えらざるを得ないっていうことであれば、これはまだ病院の薬の方がずっといいですね。中には薬の副作用っていうことを嫌ってアルコールっていうなる方もいらっしゃるんですけど、このお酒っていうのも、これはエチルアルコールっていう立派なこれは薬になりますから、作用としては病院の薬の方がよほど効果がありますし、副作用も小さいですからまだいいと思うんですよね。でそれに加えてどうしても副作用が嫌っていうことであれば、心理カウンセリングっていうものを使って不安の減らし方、パニックの抑え方みたいなところを少しずつ身につけて、薬に頼らないという形に移行していけばいいというふうに思いますね。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。